もプラルでございますので、今回もやっていきましょう。ということで、今回もですね、引き続き、マンスリーミッションの方やっていこうかなと思います。まだまだね、あるんで、終わらせていきたいなと思うんですけども、まあ、今回は未来編第1章ですね。1章の、マンスリーミッションの方をね、こなしていこうかなと思います。とりあえずはですね、こんな感じですね。一角くんとまたカンガリュー。あとは、ワーニックですね。これを倒すと、ゲットできるので、まあ、今回も経験値結構ね、多めなので、ちょっとサクッと、ゲットしていきたいなと思います。じゃあ、とりあえず、ワニック探しましょうか。ワニックと、どこだっけ？あ、ワニックあれか。エイリアンだから、できれば一気に出てくるステージの方がいいよね。と言って出てくるかな。あれなんだっけ、もう忘れちゃった。一角くんも出てくる。あ、この辺かな。この辺いるよね、一角くん。でも多分一気には多分無理だと思うから、何個か分けてまたやるしかないかなって感じがするよね。まあとりあえずそうだね。まず一角くんから倒しに行きましょうか。はい。じゃあサウジアラビア行きましょうか。特にね、何も理由はないですけど、まあサウジアラビア、やろうか。またケリー姫の、このねキャラクターを使ってやってみましょうか。これ多分クリアできるんじゃないかなと思うんで、じゃあ行きまーす。はい。ってことはこれ何、また2章とかあるの？いやそれはやめてもらいたいんですけれども、どうでしょうかって感じがするんですけどもね。ということで、もうできればこのマンスリー系はもうね終わりにしたいんですけど、はい、気を取り直していきましょう。ということで、あ、来た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 、オッケー、一角くんも出てきたので、とりあえずもうこのまま、攻めていきます。まあ多分ね、この辺だったらね、これでも多分全然勝てると思うんで、全然多分余裕じゃないかなと。わかんないけど。いけるか？いけるか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 。ああ、いけますね。よし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 。あとはワニックと、なんだっけ。あれ？ちょっと待ってよ。もう忘れちゃった。ちょっと確認しよう。これ終わりにしたら。まあこれも無事、勝てそうですね。まあこの辺についても多分大丈夫だと思うんで、いきまーす。オッケーということで、あ、そうだ、カンガルーだね。カンガルーとその、ワニですね。これが一緒に出てくるとすごいありがたいので、ちょっと探してみましょうか。なんかバラバラっぽい気がするんだけれども、ないね。こっち側はないんで、これなんかもしかしたら、あれだね。またバラバラでやるしかないかなと、思うんで、とりあえず、こんなになんかね、スタミナ使わないところがいいななんて思うんですけども、まあそうも言ってられないので、じゃあとりあえず先に、カンガルーだけ倒しに行きましょう。はい。まあせっかくなんで後半の方やるか。この辺でちょっとカンガルーがいれば。カンガルーがいない。いないね。あ、いましたね。じゃあこれ、やりましょう。アルゼンチン、いきます。カンガルーはどのタイミングで出てくるのかなと。いや、まさかね。なんか前回は、2ステージぐらいでもね、全然ね、大丈夫だったんですけども。まあ今回から結構ね、きついけど。おぉ、あ、待って待って待って、俺出しすぎちゃったんだけど、これ大丈夫かな？結構怖いんだけど。待ってよ、カンガルーが来ないと、これをやる意味が、よし、オッケー、大丈夫だ。オッケーオッケーオッケー、だったら攻めまーす。もう攻めまーす。あ、やばいね。やばいね。シャドウ僕にやられてるんだけど。ちょ、それは良くないよ。それは良くないよ。結構強くない？結構強くない？待って。びっくりするほど強いんだけど。ケリ姫でも、無理か。まあ、ノックバックは一応してるんで、結構強えな。あ、オッケーオッケー。危ねえ。やっぱちょっと、ケリ姫だけでも結構難しいところもありそうだけど、なんとか勝てる。オッケー。ということで、あとは、ワニですね。ワニ探しましょうか。まあ、せっかくなんで月やっちゃうか。編成変えてね。久々にちょっとね、当てみましょうか。
多分ね、この編成やったら多分ね、もうかなり余裕かなと思うんですけど、ちょっとね、いたぶっていきたいと思います。いきます。久しぶりだな、一生の月か。まあ後々ね、サブアカの方は、そうですね、サブアカの方だと思うね、月の方が多分一番、まあ、近い段階じゃないかなと思うんで、まあ多分後の調整はなるので、早くねちょっとねまた倒していきたいなと思うんですけども、まあ、この編成とかなるともうね、もうきっと楽だからね。いやー、サブアカはこんなにね、ポポはいかないと思うので、とりあえずね、まあ頑張っていきたいなと思います。はい、ということで、一周でございます。じゃあ、見てみましょうか。はい、ということで、マンスリー終了でございますね。今回、経験値が、多いですね。はい。結局ね、またね、記念ステージの方はね、全然回らなかったんで、あの、2500万ぐらいしか、食べられなかったんでね。まあ、次のあれ、うわー、マジかよ、やっぱ、まだあるみたいですね。はい。ということで、2章もあるということで、あ、待って。次はね、ちょっと変わった。次のね、マンスリーは、未来編第2章の結構ね、いろいろと変わってるんで、次回ちょっと、やってみようかなと思います。ということでね、次回は、第2章編の方で、やっていきたいと思うので、よければ次回も見ていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。